ワイパーラジオ。ワイパーラジオ始まります。はい、ワイパーラジオです。このラジオは、2週間に1回、今はですね1週間に1回を目標にちょっと頑張っている、ミリタリーショップワイパーの日々のニュースをお送りするラジオ番組になっています。YouTube ポッドキャストから視聴可能です。はい、はい、ご無沙汰します。って感覚じゃないなんか、はい、懐かしい。まあですね2週間一応空いたんで、そっか、はい、まあ、前回は3人で、ラジオしてたんですけど、はい、まあ、今回もですね新しく中村と2人で、収録をしております。はい、はい、どうですか最近は。いや相変わらず目まぐるしい日々で、まあ、ただ前のラジオでもお伝えしますけど、今はあのいろいろな仕込みをする時期だから、はい、なんかねいろいろ楽しいことがどんどんこう日程で落とし込みが始まってるんで、はい、やりがいがありますね。結構あのカレンダー見るとスケジュールがもうびっちりって感じになってるから、はい、ついこのラジオ収録の前もちょっとこう鈴木とすり合わせて5月6月7月までもうちょっと日程出してるものがあるんですけど、はい、まあ楽しいですね。やばいですよね。だって僕のスケジュールこれっすよ。これ楽しい楽しい日々が続きますよ。これはもう、はい、ね。いやまあ充実してるからですね。はい、はい、いいことだと思います。はい、はい、まあということでですね、まあ今回も、ミリタリーショップワイパーのラジオということで、まずはですねいつものコーナー参りたいと思います。はい、はい、ミリタリーショップワイパーの1週間の売り上げランキングを発表するコーナーです。題しましてワイパーウィークリーランキング。ういはい、はい、ですね、まあ今週、先週のですね、うちのワイパーの、売り上げ、まあ、目立った商品のですね、まあ、ちょっと順番はバラバラになっちゃうかもですけど、はい、ご紹介していきたいと思います。まずはですね、まあ、やっぱり実物のアイテムが中心にはなるんですけど、はい、あこれは面白いですよ。ドイツのアベバ社製のレザーサンダル。アベバ来ましたね。はい、これなんていうか もちろん、まあ、多分あの YouTube でご覧いただいている方はここに商品載ってるんですけど、どこかでこう見た見覚えのある、うん、しかもドイツですからね、はい、変わりますよね。完全にビルケンをホストさせるシルエットですもんね。、はい、そうそう、まあ、このアベバっていうのはですね、なんかそういう作業靴とか職業用の靴とかを生産しているメーカーらしくて、で、まあ、そのラバー製のソールに定評があるということで、うん、この某ビルケンに比べると、はい、結構そのミッドソールっていうかそこら辺がですね、はい、結構機能的だったので、履き心地としてはかなりクッション性も効いてて歩きやすいのかな。そうですね、見た目もその白っていうのがこうデザインとしてはちょっとこう一線隠してる感じがありますもんね、うん、これなんか女性が履いても可愛いデザインなんですけど、はい、一応素材はですね本革を使用しています。で、まあ、さらに多分これはその医療関係のところで使われていたっていうふうに言われてますね。はい、はい、後ろのかかとにもストラップがついているので、まあ、結構その軽い突っかけとして走り回れる、まあ、クロックスみたいな感じで履いてる。いいですよね、うん、確かに、まあ、これはなかなか気の利いたというか、まあ、白で面白くて、でさらに、まあ、実物ということで珍しいアイテムなんじゃないかなと思います。やっぱドイツ製のものって惹かれますよね、うん、なんか日本と同じぐらいドイツってこうものづくりに対してなんか結構真摯なイメージがあって、あ、まあ、工業製品とかの性能が高いイメージがあります。そうなんですよね、ドイツはなんかドイツ車、ドイツ車、いいですよ、はい、いいです会社乗ってます。いやいやいや、ドイツ車じゃないですよね。ドイツ車はボスですね。はい、はい、ということで続いてはですね、スウェーデンのライトウェイトのトラックジャケットもランクインしております。ブルーの、ブルーの、これは確かに広沢さんも着ていましたね、はい、まあ、でも本当今からの時期重宝してくれるぐらいの薄手のシャツ、多い生地のですね、はい、ジップアップで、首がリブ、はい、デザインのブルゾン、はい、まあ、この手のこうトラックジャケット、まあ、例えば先ほども言いましたけど、そのドイツとかだとブルーのあのジャージとか、はいはいはい、まあ、ああいうのとかも人気だから、まあ、本当ジャージ、まあ、インナーから、まあ、春はアウターまで使えるアイテムなので、そうですね、やっぱミリタリーあるあるでは春夏になってくるとこうトレーニング系が、うん、あのちょっと脚光浴びますよね、やっぱり薄手で、そう、まあ、しかも楽ちんなんで、そうなんですよ、うん、しかもかつ今っぽいと、はいはい、いいと思います。ちなみに、続いてはですね、あこれは特価の影響かな、あの US ネイビーのユーティリティパンツも入ってます。おー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあこれは中村も愛用ということで、はい、実際どうですか使ってて。いや、まあなんかミリタリーのワークパンツといえば US ネイビーのこれでしょ、うん、それかスイスのシビルデュフェンスでしょっていうこの2択なんで今、はい、自分の中で、はい、自分のワードロープはですね、はい、だからめっちゃいいなと思って、うん、
まあ、本当なんていうかこう結構体を動かす作業の時とかにタフな感じで履ける、ガチ作業着で着てほしいなっていう、そういうお仕事柄の人でも着てほしいし、うん、まあ、私服でももちろんもうディッキーズのワークパンツの延長線にあるようなシルエットなんで、うん、いいですよ、まあ、これ結構クタッとしたぐらいもむしろちょうどいいぐらい、うん、いいです、はい、では続いてはですね、これも中村ワードローブシリーズですね、はい、イギリス軍のロイヤルネイビーの PCS のコンバットジャケット、おー、ジャケットの方ですね、はい、こちらちなみにランキングで言うと8位にランクインしています、ありがとうございます、はい、これはねやっぱりこの時期になるとやっぱセットアップ、あのインスタご覧いただいている方なら見ていただいたかもしれないですけど、なんかこうこのぐらいの時期でスラントカーゴとあのジャケットでセットアップで間に一色こうレイヤードで何か一色挟むというのがね時期的にちょうどいいですね、あれを着てましたね、水色のサクスブルーのバーンズの、そうです、釣り網のワイドですね、ブルー系でまた、はい、いいですよ、やっぱジャケット、けどジャケットを結構じわじ、まあ、じわりじわりというかこうカーゴパンツほどじゃないんですけど細く長くシリーズなんですよね、うん、こう一定のこの売り上げを保つというか、はい、素晴らしい、まあ、実際あちょうど今あのこれ着てるのはオランダ、これはオランダのナトーですね、ナトーフィールドですけど、はい、まあ、本当今からの時期、ちょうど今時期がこの手のフィールドジャケットっていいですね、真冬だとちょっと寒い、ちょっと寒いから、まあ、これぐらいの時期にちょうど一番活躍する、そうです、トレーニングジャケット系とフィールドジャケット系は今ですよね、うん、まさに、なるほど、では続いて、こちらはですね実物ドイツ軍の、パジャマシャツライトブルー、こちらです、おあらら、これがまた、まあ、これも本当今時期にぴったりですけど、はい、意外だな、うん、まあ、なかなかうち黒染めも人気だと思うんですけど、はい、サックスはサックスで、あでも確かにこれどっかで見たんですけど、あの結構そのなんか尖ったそういうブランド、はい、まあ、そのストリート系のブランドさんが、はい、この、 あのアイテムを元にですね、あの結構そのアートピースというか、プリント入れたりとかしてるものとかもあって、その元ネタのまんまでってこと？そうですそうです、まあ、あのこれをベースにして、まあ、そういうちょっとデザインを入れたもそういうなんかリメイクみたいな手を加えたりとかしてて、なんか元々これだったんだっていうのを一瞬分かんないから結構かっこよかったアイテムを、そうなんだ、見たことありますよ、まあ、けど確かにめちゃくちゃ安いですからねびっくりする金額だからそれもあるのかな、でもなんかこの、まあ、パジャマシャツって言われてますけど、まあ、本当今からの時期軽く羽織って、はい、羽織れるようなアイテムなので、うんうん、まあ、そういうなんかザ・ミリタリーみたいな着こなし以外でもいろいろ合わせられるのかなっていうのを、ね、パジャマシャツは、はい、可能性を見ました、そうなります、はい、では続いてはですね、これはあれだ、オランダ軍トレーニングジャケットも入ってます、うわすごい ね、これはまさしくこの間の中村コーデ見ました、はい、サイズ15着てるあのビッグシルエット、そう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 ダブルフェイスに合わせた、けどあれ意外と吉岡なんですけどね、はい、あの倉庫のなんか可愛かったです、この袖のたまりがすごかったんで、10はあれもそのサイズまでヨッシーチョイスだったんですか、いや最初4位持ってきたんですよ、やっぱ自分に言って、はいはい、ただこれタイトだからもう一個上のサイズって言ったら吉岡がもう次10っすけど大丈夫っすかって、いや一回着てみようかなって着てみたら、あれちょっと今っぽいと思って、ある意味そう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 、新しいシリーズ、うん、あれね最近戸高とあそこの倉庫で海外に受けるじゃないですか、はい、その都度なんか新しい企画が生まれるんですよ、その場の思いつきで、ね、ノリで、はい、最近だからもう今はもう倉庫スタッフが選ぶこのコーディネートみたいな、面白いですよね、いや面白いです、ね、僕も最近ちょっと倉庫行けてないんで、最近ちょっと鈴木いないのよ、戸高と2人のことが、はい、結構続いてるから、まあ、でもそこからちょっとまた新しい感じの、そうですね、新しいものが撮影する人が変わるとまた見せ方が変わると面白いですよ、はい、では続いてはですね、これも、この間紹介した商品ですね、ユーズドのチェコ軍の M21 シャツ、こちらが第4位ですね、はい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 、これは、まあ、実際特価がかなりの大値打ちプレスだったんで、うん、びっくりする金額でしたからね、はい、買われた方多いんじゃないでしょうか、はい、まあ、本当にこれも今時期からもうゆるりと合わせるというか、うん、まあ、その裾の長いシャツとかでですね、はい、まあ、本当古着っぽく着れるようなアイテムかなと、うん、では続いてはですね、これはもうあれです、まず3位がですね、はい、ユーズドのスイス軍の、ヴィンテージデニムワーク、はい、出ました、ただこれはあの特価で出したあっちの80年代のもの、うん、あれがもう即完売しちゃったので、その前のモデル50年代 の年代が古いものが、あの多分その反動で、あのもうなんていうか、あの当時っていうか、はい、あの特価で出した直後にブワーってなくなっちゃって、で結局その前期のものっていうのしか残ってなくて、
でやっぱりその買い逃された方とかも結局もう こっちも欲しいみたいな感じでおそらくなったんじゃないかな。それはまあ、ある意味ありがたい結果になってますけど、はい、なんかいやらしい商売してしまったみたいになってしまって申し訳ないですけどそうなんですね、はい。まあ、でもなんだろう、年代的には古いものだから、まあ、そのヴィンテージとしての価値としてはこっちの方が高いんですけど、まあそうですね、はい、前期後期っていうと大体前期欲しくなってしまう説がありますからね、まあ、そういったとりあえず古い方が欲しいみたいなところで、その、はい、まあ、後期を特化で出したら、はい、まあ、結果的にどっちもすごいやっぱり要望が多かったっていう、はい、なるほど、はい。まあ、でもすごいですよね。こうやってほとんどもうなくなっちゃったでしょ、うち。後期はでしょ、はい、で前期は、ただこれ前期はですね、はい、60っていう、まあ、比較的ビッグなウエストのサイズが結構あるんで、はい、けどこれをなんか面白くスタイル提案できないかなって、確か安武と今なんかいろいろ話してましたね。あ、なるほど。あ、多分近日中に公開されるんじゃないですか、商品ページか何かに。あえての。そうです、そうです、安武バキ的な。あ、そうです、その通りです。あえてのネタをバラしちゃいましたよ失礼しましたまあ、でも面白そうです、ね、はい。いや、そうです、そうです、はい、お楽しみに、まあ、だって中村さんサスペンダーを合わせて、はい、あんな感じのイメージ、ね、そうです、まさに、はい、楽しみにしてます、はい。そして今週はですね、ナンバーワンナンバーツーがですね、はい、どちらもオランダ軍の、ウォータープルーフブリーザブルライナーと。よし、はい、よしこれは完全に中村効果と言ってもいやいや、特化で出してるのもありますしやっぱね、皆さんにお礼を言います。ここ数年で一番オランダ軍が脚光を浴びてます。あ、でも確かに本当そうですよね。なぜかと言いますと、先日ダブルフェイスカゴパンツ、はい、もうおかげさまでもう即完売と言っていいぐらいのスピードでなくなりました、うん、はいはい。そしてこのライナーでしょ。いや、ここ数年見てもオランダ軍がこんなに動く時期はなかったでしょ、はいそう、あ、そうだ、ちょっと一言謝っておきたいのが、はい、それこそはい、ダブルフェイスのとフリースを同時にですね、はい、20時から先日20時販売をしていて、で、まあ、そのこちらの予想をはるかに上回るアクセスが同時にやっぱアクセスが集中してしまってですね、うん、決済までの画面に進めないっていうような不具合が、はい、たくさんの方からちょっとお問い合わせいただいて、それに関しては大変申し訳ございませんでした。一応サイトの方管理しているサイトの方に確認をしたらですね、やっぱりそのサーバーとかの許可が必要ということだったので、まあ、今後はですね、まあ、そういうちょっと特化とかの打ち出しがある際は、まあ、なるべくそういうものがトラブルがないようにですね、事前にちょっと準備をしていきたいと思いますので、はい、学習しました、はい、ちょっと、まあ、ちょっともう本当に多分想定以上のアクセスだったので、そうですね、2つ重なったっていうのもありますね、日程を調整するか、まあ、事前にサーバーのちょっと容量をですね、はい、調整できるっていうことが判明したので、ちょっと対策を練ります。はい、はい、そうなんです。だからおかげさまで大反響、その YouTube の動画で告知してっていう形で、最近そうなんですよね、ちょっと目新しい、この入荷してから販売までの時期をこうタイトにするってい こう新しい試みをしておりまして、はい、ありがたいことに、いや、だからオランダ軍がどんどんこう浸透していってるのがこう手に取るように実感があるわけですよ、はい。まあ、ダブルフェイス、まあ、そのジャケットもですし、ね、ライナー、うん、トレーニングジャケットも、はい、そうっすよ。ですね、この NATO もそうですけど、まだまだ控えてますし、はい、近日中に入荷動画で多分公開するフリース、ちょっと毛並みの長いバージョンのフリースもあるんですけど、はい、あれは今年の秋冬のフリース商戦、ミリタリーの中では絶対トップクラスで可愛いと思いますよ。なるほど、うん、勝手続けにオランダ行きますよこれ、はい、オランダブームが今、はい、はい、いいですね。いいですよ、はい。まあ、そんな感じです、まあ、今回のですね、今週のワイパーウィークリーランキングでした、はい、よしよしよし、はい、いや、でもなんかちょっとですね、こう不本意なんですけど、はい、こう中村さんがちょっとカリスマになってんじゃないかみたいな、不本意っていうなって、はい、っていうのもあるんですよね、最近個人でインスタをちゃんとやり始めたっていうのもあって、はい、そこである程度こう先にスタイル提案したりとか、はい、その常連のレギュラー陣の皆さんとまめにこのメッセージを取るっていうのも多分影響はしてきてると思いますけど、いや、これありがたい、すごいこう激烈な支持というか、やっぱりなんだろう、こう なんですか、中村着的な感じのいやいや、それは言い過ぎですけど、いや、でも極端な話本当来るんですよ、はい、中村さんが着てるこれが欲しいですとか、かぶってるアイテム何ですかとか、いや、めちゃめちゃ来ますね、やっぱね、はい、この前回の動画にもあったように、この自分ぐらいの体型の人がこんぐらいしかいないからもう貴重なデータになってるんですよ、これが貴重なデータを、いや、あれも素晴らしいです、ね、いや、けどありがたいです、はい、何よりこう皆さんとつながりたいみたいなテーマのラジオをした時があったんですね、はい、その時をきっかけにインスタ始めてみようと思って、ちゃんと改めてで始めたら、本当皆さん、そのよく YouTube にコメントをいただく皆さんとまめにコミュニケーションを取る機会が本当に増えて、はい、メッセージのやり取りの回数も、で、なんか面白いなと思って、
みんな頑張ってるというか楽しんでるなと思って、うん、皆さんの投稿を見ると、はい、すごいですよ皆さん本当めちゃくちゃ。なんかワイパーの情報を逐一反映したスタイル提案が俺らよりも来てるっていういやありがたい、いやすごいです、はい、面白いなと思って頭が下がります。いや本当です、皆様のおかげで支えられてるなということを実感しておりますよ。もう本当にだってスタッフよりも多分たくさんアイテム持ってるんじゃないかってくらいあるし、ね、すごいですマジで、はい、いや本当にすごいですね、うん、では続いて、はい、続いてのコーナー参りたいと思います。 お待たせしました。これはですね、久しぶりですね、視聴者からのお便りご紹介のコーナー、はい、久しぶりの開催でございます、はい、まあ、今回もですねお便りたくさんいただいているので、気になるもの読んでいきたいと思います。いこれ本当に久しぶりだね。なんかそう、あのなんだかんだ先週やってなかったし、前回前々回してなかったんで、はいはい、あそれこそこれ読んでいいですか、はい、やっぱりラジオは毎週がいいですね、各週は長い点点点点、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあ、あのこれはですね、結構社内でも週一にしたらっていうような意見をたくさんいただいてまして、はい、本当これに関してはちょっと我々だけの都合っていうところが正直あるので、そうですね、はい。まあ、ただ来月ぐらいからもしかしたらもうちょっとまめに更新できるかもしれないので、うん、そうです。いろいろいい条件が揃ってきてますからね。なんでちょっとこれに関しては前向きに検討させていただきます。はい。では続いてはですね、はい、ワイパーきっかけに、ミリタリー沼にはまってしまいました。ありがとうございます。新潟新潟からのお便り、なんか新潟は熱狂的な人が多いないやでも本当に、まあ、結構うちでもですね先日行ったスナップコンテストとかでも、はい、メッセージとかいただいてて、で、まあ、本当にそのなんていうかミリタリーにはまるきっかけになりましたみたいな、そういうような意見もたくさんいただいててですね、はい、まあ、本当にそこら辺に関しては YouTube インスタとかやってよかったなっていうふうに思ってます、うん、そうですね、こうミリタリー沼って言葉よく耳にすることが増えましたねですね、うん、もっと沼にはまらせてくださいとか、はい、沼にこうはめられちゃいましたどうしてくれるんですかみたいなことまで、ね、はい、たくさんいただくんでですね、確かにな、いやでも本当にありがたいですね、うん、まあ、まあ何より自分たちもハマってますからね、何とも言えないですけど、うん、まあ、だからこそお届けできるっていうのもあるかもしれないですけど、うん、まあ、なんで、これからもズブズブとハマっていってもらえたらなと、ね、はい、もう怒涛の仕掛けを今仕込んでますから、はい、もう疲れちゃうよっていうぐらい結構いろいろ入荷ラッシュたくさんあると思うので、そうですね、新商品にワイパーの新ネタにと、はい、いろいろですよ、なんで、まあ、気になるものがあったらその都度チェックしていただければと思います。はい、はいはい、では続いては、はい、次は新しいワイパーインクフランス軍 M521 の進捗はいかがですか、はい、これはね、はい、まあ、元々3月末ぐらい予定していたんですけど、ですね、まあ、一応進んでます、進んでるんですけど、ちょっとですねこれ中国の方でちょっと生産していまして、はい、で、まあ、いろいろ向こうって結構コロナの政策とか結構厳しかったりとかしてて、うん、で結構その都度ですね工場が一時的にちょっと、なんていうか作業がストップしちゃったりとかそういうのが重なってて若干今納期が遅れてます。ですが、一応来月中には4月ぐらいにはですね、入荷する予定にはなっていますので、まあそれがまた到着したらしっかりですね動画の方でご紹介したいと思うのでお楽しみに。そうですね、だいぶ早い段階から皆さんにこう匂わせてましたからねそうなんです、そりゃそうだろうなっていう、はい、まあただこれは本当にいいものできそうなんで期待していてください。色落ちで買いたいっていう感じになりそうですもんね、はい、うん、僕もサンプル結構入ってますけどいいですよ本当に、生地がいいですとにかくね、うん、なんとも言えないのツヤ感というかあれいいっすねマジで、うん、楽しみ、スタッフもみんな楽しみしてますもんね、お嬉しいですね、着用率高めになると思いますよ、あいいですね、いろんなところで、まあ、あれとモールシューズの合わせはいいです、ね、はい、出たそうですね、いやけどおかげさまでモールシューズもこれね販売して間もなくですけど結構なご注文いただいてますよ、ですね、動画出してからの反響もすごい多くて、ね、予約今予約販売中でしょ、はい、うん、すごいな、うん、なんで、まあ、これも、どちらもおすすめになってます、はい、はい、続いてはですね本店購入でも黒猫ヤマトの宅配ロッカープド使えるようになりませんか、これはあれなんですね、これちょっと僕あんま物流の方詳しくないですね、そうですね、本店の店長に確認しないとですけど、はい、どうなんだろう、まあ、使えないんでしょうけど今うちの本店はですね、
これはあれですかね、ヤマトの営業所にある宅配ロッカーみたいな感じですか。どうなんだろうね。ただうちのメインの運送会社が佐川さんなんで、そういった都合かもしれないですけどね。これはちょっと、はいはい、まあ、ちょっと確認してみたいと思います。まあそうですね、本店店長にちょっと投げてみたいと思います、これは。はい、はい、では続いては、はい、ゴールデンウィークに福岡旅行企画中です。中村さん、鈴木さんに会いたい、てんてん、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィーク、まあ、基本的には平日祝日、さらに最近は、土日月とか金土日とか3連休の時は土曜日も営業すると。そうなんです。そうです。だからまあゴールデンウィーク期間中はその営業はずっとしてますからね。うちの丸が特に頑張って土曜日も開けたいって開けてもらってますし、うん、来ていただければ、あの店舗には立ってなくても平日であれば鈴木中村は上の事務所にはいますね、はい、中村は店舗に立ってるかもしれないですけど、うん、全然せっかくわざわざ旅行でねお越しいただくならお声かけ丸にいただければ飛んできますよ。そうですね、うん、なんで、まあ、店舗にいなかった時はあのいますかということを一言いただければ、はいはい、あの上の事務所にいたらですね降りていくこと可能なので、はい、うちの丸が立ってますから、はい、丸に言ってあげてください、はいはい。では続いてはですね、皆さんイケオジですね、おいくつなのか気になります。はい、これもイケオジっていうのはイケてるおじさんってことでいいですか。おそらくそうです、ね、ディスじゃなくないですか。イケてない親父で意味ではないですよね。はい、はい、じゃあポジティブに捉えて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして中村は今年が42歳になる年ですね。42、まあ、結構あの松坂世代ってよく言ってたと思うんで、はい、1980年生まれ、80年、昭和55年ですね。55年、なるほど、はい。僕はそれに対して4つ下になるので今37歳になってます。でちなみに横木さんは僕の1個下で、番長は、中村さんの2個上ですね、はいはい。まあ、そんな感じになっております。どうですか、実年齢より若いのか老けて見えるのかどっちなんだろうって感じですけど、まあ、格好がいつも私服で出てるからですね、うん、若く見えてるかもしれないですけど、はい、風呂上がりの自分とかもひどいもん。やっぱ最近思います、やっぱ皆さんそのバシッと決めて外外出するからいいですけど、やっぱ風呂上がりの自分を鏡で見てください。もうごまかしようのない裸一貫の自分を、これがリアルな俺だなと思って。やべえって痛感しておりますよ、はい。でもやっぱ数年前に比べるとすごいこう、はい、やっぱこう老けた感じというか。そう、老けたよ、ありますよね。白髪も増えて、仲間の場合薄毛も進行してきて。あ、でも白髪って僕もあの鼻毛も白が生えるし、はいはい、髭が結構生えてきたなって言って、はい、髭生えちゃうとちょっとごまかすような。髭生えてこなかったんだ。あ、白髪がってこと？あ、そう、あ、そういうこと。髪の毛は生えてたんですけど、はいはい、髭とかはあんまなかったんですけど、最近髭も白髪生えてきて。いや確かにね。けども開き直りで白髪だらけになった方がかっこいいんじゃないかなと思ってますけど。あ、まあ、ある程度分量が増えればシルバーカラーみたいな感じ。そうそうそう。鈴木だけどほら風呂上がりでも締まった体がいいでしょ。まあ、締まった体を維持できるように頑張ってます、ね、俺とかも緊張感ない体だから風呂上がりの自分とかも大変なことになってます。皆さんこれ一個のバロメーターやっぱ風呂上がりの自分と向き合うってことですよ。裸一貫で、なるほど、これが今の俺かと。まずいと思う人の方が多いはず。頑張りましょう、はい。まあけどありがとうございます、池親父って言っていただいて、そうです、ね、それそんな自分にも、うん、ありがとうございます、感謝です。50代になってもイケてる親父でお願いします。ね、本当ですね。50、60、いや男はやっぱ50、60になってさらにね磨きがかかる、まあ、女性もそうでしょうけど、うん、ね、年を重ねるによって魅力が増す、当然じゃ当然なんですよね、はい、渋い親父でいいですね、楽しみですね、はい、うん。では続いては、はい、今自分が言ったから、はいはい、これはもう鈴木が絶対自分で読まないだろうかなと思っていることが一個ありまして、はい、鈴木さんが面白くていつも YouTube 見てます。 ありがとうございます。鈴木の面白いっていうのはどっちの面白いんだろうな。まあ YouTube ですからね。いやいや、だからそうなの、笑いの面白いなのか鈴木さんのそのなんだろうな、はい、チョイスするワードとかそういうどういう楽しみ方なんだろうなと思って。まあでもなんとなくこう今ってまあメインの演者 4人いると思うんですけど、はい、結構役割がはっきり分かれてるというか、はい、僕はどっちかっていうとあの商品の説明とか、はい、まあ、比較的場を回すタイプのことが多くて、はい、で、まあ、横木さんはツッコミキャラ、はい、で、まあ、LL さん中村さんは、はい、コメディ担当。誰がコメディアン。時間だと。誰がコメディアン。はい、いやそうですね。そうそう、まあ悪ふざけというか悪ノリもしちゃいますし、お調子者って感じですけどね。だからそういう意味で言う鈴木さんが面白いっていうその面白さがどういう意味の面白さかっていうのがすごい興味あって。なるほど。けどこれはやっぱ鈴木のほらポッドキャストとかいろんなことも含めて聞いてる人かもしれないですしね。ああ、
そう、僕は最近結構ですねボイシーの方に熱が入ってるので。あ、そうか、ボイシー、ボイシー、はい、まあ、ボイシーはですね本当に仕事のことほとんど話してないので、うん、まあ、洋服のことが知りたいという方からするとちょっと退屈かもしれないんですけど、そっちで結構普段の考えてることとか発信してるので。いや、もう鈴木マニアからしたらたまらない、鈴木の声がずっと流れてますからねしかもより磨きのかかった鈴木のオンリーの声だけが流れてくるっていうね。よかったら、はい、はい、ボイシーの方もよろしくお願いします、はい、聞いてあげてくださいね、登録してください、はいはい、じゃあいいですか、はい、すいませんちょっと今回たまたまですけど僕に関する質問ちょいちょい来てるので、はいはい、これちょっと答えておきたいなっていうのがあって、はい、以前あ、これなんだ、以前すすぎさんって書いてる、ね、それは多分鈴木と勝手に解釈してますけど、はい、ちょっと誤認しちゃったと思うんですけど、はい、じゃあ僕として答えますけど、鈴木さんが、ポプリを愛用されているとお話しされてましたが、どちらのポプリ愛用されてますかという質問です。これはですね、まあ、ベタですけどサンタマリアノベッダっていうポプリを使ってます。え、ポプリってそもそも何ですか？なんていうか、こうオイルとかにつけた花びらを乾燥させたものみたいな。お、何に使ってるんですか？まあ、部屋の芳香剤とか。おしゃれだな。いや、これ確かその前にその香水何使ってるみたいな話をした時に、はいはい、僕は香水つけないんですけど、はい、ポプリを置いてますっていうことを話したんで。シャレトンシャートークですなこれ、はい、いやでもこれそういうことめちゃめちゃいい匂いで、しかもその香水みたいに体につけないから、うん、ほんのり部屋とか、はい、まあ、例えばじゃあ洋服ダンスの中に入れておいたら、はい、ほんのりその花びらの香りがするみたいな、すごいディフューザーのもっとこう無機質というかナチュラルな感じってことかな、うん、なんかトイレとかにも置いてるんですけど、トイレとか玄関とかちょっとすごいいい匂いですよ。そうなんだ、はい、ポプリっていうの初めて認識した。これありますよ、花びらとか、ね、あるじゃないですか、そのポプリバッグというか、そういうなんか巾着に入れて、そういうの、わかんないですか。いや、わかんない、無縁なところにいたんですよ中村は、そういうの、はい、なるほどね、そういうことか、すごいじゃん、はい、まあ、ちなみにそのサンタマリアの、ポプリはですね、僕はアマゾンで定期便で購入してるので比較的安く買えるのでおすすめです。あ、ってことはなんだ、その消耗、いつか匂いがこう比較的、そうですそうです、もちろんその開封しちゃったらどんどんこの匂いが揮発しちゃうので。目安としてどんぐらいなんですか、開封して。まあ、結構ケチって使ってるんで、まあ、ほんとそこら辺にこうなんか小鉢ぐらいの量でちょいちょい置いて、うん、はい、でまあ、それでまあ本当にまあ半年ぐらいとか。え、すごっ、めちゃくちゃ持つね。いや、その定期的に交換。あ、そうかそうか、その袋に入ってるんで、はい、まあ、それをちょっとずつ交換してみたいな。なんでこういうところにこの上質な暮らしをしたいなという、はい、まあ、せっかくなので好きな匂いに囲まれていたいということで、はいはいはい、おすすめです。はい、はい、では続いてはこれまた鈴木さん、なんだかんだ鈴木さん質問多いじゃんこれ、はい、鈴木さんへ質問です。白ビールでおすすめは何ですか。僕はヒューガルデン好きです。なるほど、いい質問です、ね、どの立場からやって好きな質問です、ね、あ、なるほど、はい、そういう意味ね、はい、ですね、ちなみにヒューガルデン多分絶対飲んだことあると思うんですけど、けどなんか自分で言って思った、あのロゴを目にしたら、あ、これねって思う。あ、そう、あの、ね、ベルギービールっていう、ね、あの白ビールですね、はい、まあ、あの小麦ですね、はい、小麦のビールで、まあ、通常飲むようなそのアサヒスーパードライとかそういうのに比べると、うん、フルーティーで、うん、まあ、どちらかというとこうキリッと炭酸というよりかは、まろやかな感じの味わいのビールになってます、はい、まあ、発酵方法が違うんですけど、はい、まあ、そのいわゆる、この白ビールっていうのが、ベルジャンスタイルって呼ばれる、まあ、その小麦のビールなんですけど、結構いろんなそういうクラフトビールとか地ビールメーカーとか、すごい、ちょっとすみません、ちょっとめちゃめちゃビールのことが、ね、いきなり流暢になってきて、はい、があって、まあ、それぞれのですね、ブルワリーで、まあ、いろいろその味付けとかを工夫したものが多いんですけど、まあ、僕の中でこの白ビールで、これって思うのはですね、あれですね、ミノービール、大阪のミノービールが出してるモモバイゼンが、まあ、やっぱり、まあ、パッと思い浮かぶので美味しいっていうのはすごいですね、はい、このモモビールって夏ぐらいに毎年新しく、まあ、ワインみたいな感じで出るんですけど、はい、結構その瓶だったりとかその樽ですね、そういうのも出たらすぐにこう売り切れちゃうみたいな毎年人気の銘柄なんですけど、美味しいですよ、フルーティーで桃の香りがして。すごいね、説得力あったわ、知らない俺でもなんかあれ多分美味しいんだろうなと思ったもん今いや、そうだから本当中村さんちょっとクラフトビール今度付き合ってもらいたいんですよ、めちゃめちゃやっぱ美味しいので。僕結構個人のインスタでよくストーリーで毎週酒屋さんに買いに行ったりするんですけど、はい、まあ、そこでこう結構珍しいジャケのビールとか好きなスタイルのやつとかあったら結構買っちゃうんですよ。すごいね、何でもこれしようだな鈴木は。いや美味しいんですよ。
やばいけども味わって飲むものでしょ。あ、まあもちろんそんなグビグビはちょっともったいなくて飲めないですね。はい、そういうことよね。そうそう、決して安いものではない、はい、ですって。よかったですね、はい、すごい。もうありがとうございます。好きなことは結構語れる、はい、そういう質問もお待ちしてます、はい、では続いてはですね、はい、これはどうですか、いつも楽しく拝見しています。皆さんのカモフラアイテムを使ったコーデを見てみたいです。はい、M65 パンツとか参考にしたいのでよろしくお願いします。はい、これはウッドランドってことですね。ってことはね、65の、うん、ですね、65パンツって言ったら、はい、うん、そうですね、はいはい。まあ、あとはやっぱりそのイギリス軍の DPM とか、うん、まあ、いろいろメジャーなカモフラたくさんありますけどね、うん、まあ、それこそこの間 のアルペンカモみたいな。そうですね、アルペンカモとか、はい、65も一回あの特化の時にはね、みんな、うん、あの着用してスタイル提案をしてたけど、まあ、ガチでやったコーデは確かにやってないかもね、うん、まあ、なんっていうか、そのやっぱり結構聞くのがちょっとカモフラは迷彩は抵抗がありますみたいな意見いただくんで、なんだろう、もう結構そこら辺ももうちょっと正直もう当たり前に来てるから、麻痺してますもんね。そう、麻痺しちゃってるんですけど、まあ確かにそういうどういう風に取り入れていいか分かんないっていうようなことはあるかもしれないんで、まあ自分の好きな迷彩とかでそういうコーディネートとかしても面白いかもですね。そうですね、けどカモフラの場合はやっぱそのカモフラの中に入っている色で統一するっていうのが一番分かりやすいです。ああ、なるほど。ウッドランドだったら黒、はい、OD ブラウンでしょ。この何かの色を持ってきて、上に持ってきて、靴もトップ、あのキャップとかでも同じ色で合わせると、うん、まあすんなりまとまりますね。アルペンカモの場合は逆にもうその赤とか以外を持ってきた方がいいですけどね。なるほど、黒とか。じゃあそのデザートだったらそういうちょっとサンド系のカラーでまとめるとか。はい、まあそうですね、デザートチョコチップ系は逆に黒とかの方がまとまるかもしれないですけど、うん、はい、そうですね、そろそろデザートカモがこう映える時期になりますね、うん、映える。いいですね。まあこれはじゃあちょっと、まあもしかしたらインスタとかも結構コーディネートとか上げてるんで、はい、まあ、カモフラを取り入れたコーデっていうのはちょっと上げてみたら面白いかもしれません。はい、では続いては、はい、これ同じ人だった、ビルの人と、はい、ワイパーインクの MK3 に関して進捗があれば教えていただきたいです。はい、はい、これはですね、ちょっとやや難航してます。ただ一応今サンプル制作をしていて、あの結構ですね、実物をしっかりと、あの解体というかよく分析するとですね、まあ結構手間がかかってるんですよ。あ、そうなんですね。でそれをあの、まあ、国産 その工場の方と打ち合わせを今してて、はい、まあまあこれ再現するのって結構かかりますよみたいな話になっちゃってて。あ、じゃあやっぱすごいディテールなんだ。そうなんですよ。ただまあせっかく作るなら妥協したくないから、まあ、ちょっと本当そこら辺のせめぎ合いで今結構あのどういう風なところが落としどころかなっていう風に、まあ、ちょっと今いろいろと企画を試案中です。なるほど、はい。まあ、でも多分やると思いますので問題ない。そこはもうドロップするっていうことはないと思う。はい、はい、じゃあ次が春先に活躍するミリタリーアイテムを紹介してください、はい、これは動画で紹介してくださいってことかな。まあじゃあパッと思いつくの、じゃあお互いでせーので言ってみますか。はい、どうぞ。せーの、オランダライナー、トレーニングジャケットそう、でもこれあの今日のラジオで言っちゃってますね。そう、さっき言っちゃったね。トレーニングジャケットとかフィールドジャケットが重宝しますよ、はい、言っちゃってるから。やけどそれこそ今週の1位2位でしたけど、オランダのライナーは、うん、あのインスタでも見ましたけど、もうバックにこうちっちゃく畳めるから、はいはい、で通勤は自分は自転車通勤なんで、うん、あの行きと帰りだけこう軽く羽織るっていうのができるから本当いいですけどね、はい、うんうん、じゃあこれはどうでしょう、ハロミリ、梅雨時期におすすめのアウターを教えてください。あ、これもかぶっちゃいますけど、インスタでも言いましたけどあのレインコート代わりにあれもオランダのライナー使ってるんですよ、はい、本当にそう、だからオランダのライナーになっちゃいますね。あ、じゃあもう春から梅雨にかけてオランダライナーっていう、はい、そうそう、もうめちゃくちゃ個人的に来てるからそれを皆さんに押し付けちゃってますけど、はい、あ、けどこれちょうど何件か自分のインスタにも直接来たんですけど、はい、YouTube にも来てた、あのどうやって洗ってますかって質問が、はいはい、でこれ中村ビビってまだ一回も洗ってないんですね。うん、で基本的にそんなにしょっちゅう洗う必要ないものと思ってるんで、ただどうしてもこれシーズンオフとかで一回洗いたいなっていう時は、自分だったらもうネットに入れてこれ1枚だけ、うん、他の洗濯物と一緒に回そうかなと思って。まあ水洗いで問題ない、うん、全然問題ないです。ただ絶対乾燥機だけかけないでくださいねってその方には言いました。あんまり良くない気がする。あ、でもあれですよ、そういうちょっと防水糖質とかのやつって、うん、結構ある程度熱をつけかけるとあの蘇る、
なんていうか折りがまっすぐになってまたしっかりとその気密性が高まるとかって言われてるんで、じゃあ逆にかけた方が綺麗になるのかな、まあ、どうだろう、ちょっと何とも言えないんですけど、うん、ただある程度、まあ、そういうちょっとタンブル乾燥ではないんですけど、はい、熱はかかっても、まあ、生地がこう破けちゃうとかそういうようなこととかはないので、まあ、あの試してみるのもいいかもしれません、うん、まあ、ただそんなにやわなものではないからですね、あんま気使わなくていいと思いますけど、うん、では続いてはですね、大きいサイズを買ってしまった時の対処法を教えてください。これは対処法というかどうなんだろうな、まあ、ここ最近は結構ビッグサイズが当たり前になってるから、あえて XL とか買ったりするときたまにありますけどね、うん、なんか大きいなら大きいで、まあ、あえてこんなもんかっていう感じで来てるから、 そうですね、まあ、そんなに今はサイズ感って案外どうとでもなるのかな、はい、確かに、まあけどもう本当に明確に言うとリサイズすればいいんですけどね。ああ、まあそうですね。そうです。縮めて。はい、まあ、それこそ本当あのタイトなファッションがもっと流行っていた頃とかって結構サイズ感ってシビアで S とか XS が一番人気だったとかっていう頃あったと思うんですけど、まあ、確かにそういう時ってあもう M しか残ってない L しか残ってないでも欲しいから L でいいやみたいな、いやでもやっぱでかかったみたいなことを確か記憶があります、うん、そういう。だから信じられないでしょうけど、自分たちの世代って結構タイトなものがトレンドな時期が強くあって、あのよくリサイズしてましたよ本当に、めちゃくちゃお金かけて肩幅身幅詰めてとか、信じられないでしょうけどね、大きいやつをそこまでして、それこそうちのボスとかあのすごくて、その T シャツとかヴィンテージのハーレーの T シャツとか好きだから、大きいサイズでもう自分の好きなタイトなサイズにリサイズするとめちゃくちゃお金かけて、なるほど、今となったらバリもったいないことしてるんですよ。あの時のあのサイズ感のまま残してれば、それはもう市場価値としてはもうめちゃくちゃ上がってるものがリサイズされてしまってるんで、はいはいはい、もったいないことしてるなって、仕方ないですけど、そんなのも今後悔しても、あでも確かに、だってあのそれこそあの多分それぐらいの時期って、はい、むしろその古着とかのシルエットがやぼったいっていう風にやっぱ世間で思われてるじゃないですか、はい、それこそあの今でこそみんなこうチャンピオンのリバースとか着てますけど、はい、多分そのタイト全盛な頃ってなんであんなモモンガみたいなトレーナー着てんだよみたいなことを言われてましたもんね。アンチっていうか、逆に言えばダサいっていうね、うん、オーバーサイズがっていう時期があったんですよ本当に。でも今またそれが、そうですね、巡り巡ってそれぐらいのサイズの方がむしろしっくりくるみたいな感じ、だから本当に洋服が好きで、その大きいサイズのものはデザインは好きだったけど、うん、っていう人は逆にリサイズせずに眠らせるとひょっとしたらすごい輝きを放つタイミングが来るかもしれないですね。はい、さっきの T シャツのように、うん、オリジナルのまま取っておくっていう、まあ、贅沢かもしれないですけど、はい、いいかもしれないです。ああ、いや懐かしいな。僕もだからそれこそあの学校で縫製覚えてミシンも持ってたんで、はい、大概やっぱミシン入れてましたもん。パンツとかもビッチビチに細くして、はい、だってそれこそスリーピングシャツとか、まあ、今ぐらいのトレンド感じゃない早い段階の時は大きすぎて、うん、その本体よりも高い金額で補正代かけて着てましたもん。今考えると信じられないけど、すごいもったいなってなりますけどね。まあ、そういう意味では今のサイズ感ってすごい古着との相性は抜群です ね、 そうですね、まあ、特にミリタリーとかって大きいアイテム多いから、うんうん、まあ、そういった点では着れるアイテムがすごい一気に増えたのかな。そうそうそう、はい、まあ、ちょっとこれ答えになってないかもしれないんですけど、まあどうだろうな、そのままのサイズで寝かして取っておくっていうのも選択肢だとは思いますけどね。まあお直しをしても良いと、うん、まあもちろんいいですけど、はい、かもしくは体を鍛えて大きくする。やばい、斬新な発想が来た、はい、そっち、はいはい、僕でも本当あれです、ちょっと数年前の着てた服がもう全然着れなくなっちゃいました。あ、そっかそっか。では続いてはですね、あこれは答えておきましょう、アーミーの M52 がめっちゃ楽しみです。あ、はい、これはですね、これすごいですね、はい、あの先日から販売した LL ウッドのプロジェクトのアーミーが、はい、おかげさまで M47 のデニムパンツがですね予想をはるかに上回るぐらいの、受注いただいております。これはもう衝撃を今受けてます、はい、っていうのもわりかしうちの商品の中では高額なパンツだったんですね、うん、はいはい、だからまあ正直そんな数はめちゃくちゃ動かないかなと思って出ました私は、はい、そしたらですよこれはなんと、うん、ただこれはもう本人 の、 そのうちの番長の予想もはるかに超えてますからね。あ、まあ、本人も結構ビビってましたもんね、はいはい、そうなんですよ、うわここまでいったみたいな感じで、ね、正直最初ちょっとビビってたんです、うん、はい、ただすごいです、はい、いやでもこれ本当ですね、実際多分第2弾でおそらく M52 のデニムパンツ出す予定なんですけど、はい、実物見たらですね
いいですよこれ本当、うん、M52 もそれはそれで、まあ、ちょっとネタバレになるから言いませんけど、まあ、素材変えたりとか、あとは結構また別でのアクセントがあったりとかしていてですね、まあ、こっちはこっちで使いやすいアイテムだと思うので。そうですね、47よりもこう、まあ、より合わせやすさはありますし、うん、多分同じぐらいの反響絶対あると思います、はい。これもなんでまた前回と同様にですね、あえちょっとこだわりを語ってもらおうとは思ってるので、うん、はいはい、それも楽しみにしていてください、はい。では続いては、はい、ステッカー第2弾お願いします。あ、なるほど、はい、これね、すみません、もうなんかこうラジオでステッカーのことってもうだいぶ触れてなかったと思うんですけど、いまだにそのご購入時にステッカー、あ、ワイパーラジオって入れてくれる人が結構いらっしゃるんですって。あ、で、まあ、受注側ではもうその今はないのでごめんなさいという形でお断りしてるというか、ないからですね、お渡しできてないんですけど、はい、今第2弾仕込んでます。あ、そうなんです、ね、そうです。で、ちなみに第2弾は今までの既存のカラーとプラス新色も予定しているので、ひょっとしたら第1弾でも同じ色を持っている人も違う形でのワイパーラジオのステッカーが手に入るかもしれない。なるほど、じゃあこのこいつ、そうです、そうです、もうみんなこうね、ここは違うやつ、はい、ニューカラーが、はい、これすごいなと思って、だってワイパーラジオのこと触れてないワイパーラジオが結構続いてるはずなんですよ。いまだにその言ってくるお客さんがいらっしゃって声が上がってるのがありがたくて、逆にすごいな。いいですね、はい、お楽しみに。作ってます、今仕込んでますから、はい、そういったところですかね、はい、はい。では、視聴者からのお便りご紹介のコーナーでした。はい、ありがとうございます、はい。今が何分喋りました？はい、まあちょうどいいので、まあ、10分ぐらいフリートークをしていきたいと思います、はいはい。ということで、まあ、冒頭でもお伝えしましたけど、やっぱなかなかいろいろやるイベントが目白押しという感じ、うん、ありがたいですね、はい。今年は特にもちろんその新作とか新しいワイパーインクのこれを作りたいというのもありますし、まあ、イベント系ですよね、あとは、はい、もうちょっと去年よりも目に見えていろんな形でお届けできるんじゃないかなと思って楽しみにしてますね。どんなイベントがあるんですか？それはね、まだ言えませんけどね。まあ、ただ福岡市内とか福岡近郊の方にはお越しいただいて、あ、それももちろんありますけどね、それはもうちょっと告知しちゃってますからあれですね、はい、それちょっと先の話じゃないですか。もうちょっと春先のイベントで、はい、屋外でのこうイベントというか、うん、マルシェ的なイベントに参加しようかなって思ってるので、うん、まあ、告知も近々できると思いますけどね、はい、週末ちょっとお出かけしてワイパーのブースにお越しくださいねってお願いするようなイベントを何本か予定してます。あ、いいですね。まあ、じゃあこれ結構福岡近郊の方は、そうです、そうです、はい、ぜひ週末ね、はい、お出かけしていただければ中村鈴木がそのブースでお待ちしておりますっていうことがありかなと思ってます今、まあ、それもせっかくなら動画にもしたいところですね。そうなんですよ、はい、うん、最近は楽しいことだらけで期待値がどんどん膨らんでいきますよね、いろんな多方面で。そうですね、ちょっと今年はワイパーさらに飛躍の年になるんじゃないかなっていうふうには言われてるので、うん、まあ、社内もですね、みんなスタッフ、それぞれのセクションでもうできる限りの最善のこう、なんていうか、こうしたらもっと盛り上がるみたいな、そういうのをそれぞれがですね、いろいろ意見出してくれてるんで、かなり盛り上がってると思います、ね。最近新しいところで言うとやっぱね、ネクストジェネレーションがね、あ、なるほど、ワイパーに新しい風吹くんじゃないかなという、まあ、簡単に言うと若い世代の子たちが何名か入ってきてもらってて、はいはい、うん、あ、これはすごいなと思って、やっぱおじさんですから今一回り以上違う、その息子娘でもおかしくないぐらいの年齢のことを仕事をする機会が最近出てきてですね、はい、感心してます。お、すごいなって。ありがとうございます。近々ね、はい、登場できるかもしれないですよ、この動画に、ラジオだったり動画に。そうなんですよ、ちょっと、ね、はい、まあね、なんか新しい仲間ということで紹介もしたいなと思っているので、はいはい、それも、まあ、ワイパーラジオとかでもしかしてやるかもしれないですけど、はい、はい、楽しみにしていてください。楽しみですね、これはもう。いいね、いや、夢は大きく、期待も膨らみます、ね、そうっすよ、はい、新しい商品もいっぱい作ろうとしてて、イベントもいっぱい出ようとしてて、次世代もやってきて、はい、目まぐるしいじゃないですか、はい、ありがたい、何よりですけど、まあ、でほらそれこそそれで、はい、ミリタリーウェアハウスの求人というかスタッフ募集もインスタで告知させてもらってね、はい、なんでそれに関してもですね、結構お問い合わせいただいているので、まあ、もしですね、福岡近郊の方とかで、まあ、そういったミリタリーの、まあ倉庫の業務とかに興味がある方はぜひお気軽にご連絡お待ちしてます、はい、ですよ、はい。まあ、なかなか地場でね、福岡九州でアパレルの仕事って今限られてきてて、ですね、やっぱとなるとやっぱワイパーぐらいのね、今の規模でやれて触れて
るっていうのはなかなかないかもしれないですよ、うん、だから本当にこうちょっと ここで一世一代の決心というか、はい、していただいて仲間に加わっていただければひょっとしたら楽しい人生になるかもみたいな、うん、まあ、ワイパーももう常に攻めで、ね、攻めの姿勢でちょっといきたいと思うので、はいはい、まあ、そういったところかな、はいはい、まあ、なんか最後はですねちょっとじじくさい感じの締めになってますけど、何よりじゃないですか、いいですよ、なんかこう考えがなんかちょっとこの変わってきたんじゃないですか、そのちょっと若い頃とかはなんかこう、はい、やっぱりもう少しちょっとこの思考が単純だったというか、はい、そうですね、仕事に対する考え方とか若い頃とかもう自分の42の時はもうじじいだろうと思ってますもんね42は、はい、全然そんなことはなくて、もうむしろ今からの10年20年が大事だろうなと思ってるんで、うん、そうそう、ありがたいですね。いやだから本当に、まあ、実際我々もこうやってフロントで顔を出してやってますけど、もうなんていうか自分たちは自分たちでまあ頑張りつつも、もうやっぱ下の世代を育てないといけないなっていう気持ちが最近はちょっと芽生えてきてるので、さすがっすね、はい、まあ、それこそそのネクストジェネレーション世代、今鈴木のその元で切磋琢磨しておりますからね、はい、毎日そうなんですよ。だから刺激ももらってますし、うん、まあ、僕が教えられることは叩き込みたいし、はい、逆に学べるものもたくさんあるから、うん、そういった感じでこう日々ちょっと研鑽の日々を過ごしております。いい、充実してるじゃないですか、はい、いや本当楽しいんですよ、うん、何よりです。まあ、そういったところで、まあ、今回は締めたいと思います。はい、はい、まあ、ワイパーラジオはですね、まあ、毎週1週間に1回の、まあ、今後予定をしています。言っちゃっていいんですか、はい、大丈夫です。来週も、はい、来週もします、はいはいはい、ということで、まあ、また次回お会いしましょうということでお待ちしております。さよなら。簡単、はい See you next time.